次の曲はですね、ライブ告知のツイッター動画でですね、一番くらいかな、投稿した曲で、ツイッターがですね、カタカナ、ヒローステラ、ヒローステラで出ますんでね、もし興味ある方は検索して見ていただければなと。ちなみにですね、この曲はピアノでやりたい曲なので、いつかね、私自身がピアノを弾くか、もしくは素敵なピアニストもいますし、誰かに弾いてもらって歌うのもあるかもしれない。そんな永遠の夜という曲をね、ちょっとやりたいなと思います。みんながみんなね、こう自由な感じ、とても素晴らしいね。宗教的じゃない感じがいいね、ということで、オリジナル曲永遠の夜、僕は窓を開けて夜を迎え入れた。最高の時を終わらせないために、朝になる前に窓を閉めて永遠の夜にしよう。ちなみに申し訳ない、もうちょっとでこっちがずれてもらってもいいですか。そこはカメラが映ってるんで。あ、カメラ撮ってる。あ、頭しか映ってなかったね。何の瞬間、申し訳ない。